こんにちは、ひなたです。こんにちは、小春です。今回は GU の5月30日の期間限定情報を紹介します。それでは行きましょう。全部で10件あります。それでは1点ずつ見ていきましょう。今回はランキング形式で紹介していきたいと思います。まず第10位はシアアバンドカラーティアードチュニックブラウス5分袖9、お値段は1490円。夏にぴったりなシアー素材を使用したティアードブラウス、チュニック丈で気になるウエスト周りをカバー、デニムにさらっと合わせるのがおすすめ。全中央ボタン留め、ボタン ×7。いい感じです。サイズ感はどうですか？身幅はゆったりです。小春さん、レビューを紹介できますか？オンラインで購入、ちょっとシアーすぎるかなと思ったのですが、試着してみて形の可愛さに購入しました。形は最高、だけど縫い目がチクチクする、という感じです。はい。なるほど。第9位は、ツーウェイレーシーニットロングカーディガン、半袖、価格は1990円。アクリル 100%、ウエスト、外側紐通しあり、裾、サイドスリットあり。おぉ？サイズ感はどうですか？身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は小さめです。第8位は、イージーワイドデニムパンツ SD プラス E、価格は1990円。イージーに着用できるドローストリングデザインのデニムパンツ、T シャツなどをラフに合わせてトップスインしたスタイリングもおすすめです。ウエスト、総ゴム入り、調節負荷、外側紐通しあり、ポケット、前かける2、左右。いい感じです。小春さん、レビューはどうですか？高身長で、丈が微妙なものが多いのですが、こちらはウエストで履いてもいい感じに長くて、ワイドですが、ラインが綺麗で気に入ってます。ホワイトと悩みましたが、汚れそうなので、ブルーで正解。似たような商品で、紐が白いのがあり、白か、しっかりしたデニムチで、これはいいです。履きやすく楽で、そしてだらしない感じにもならない。155cm 45kg です。Sサイズが丈もスニーカー履いても床につかなくてちょうどよかったです。という感じです。はい。なるほど。第7位が、シアーボリュームスリーブティ、半袖、お値段は990円。シアー素材のボリューム袖とリブのコンパクトシルエットが高バランスの T シャツ、ドッキングデザインを取り入れることで、着るだけでおしゃれ感も演出できます。いい感じです。サイズ感はどうですか？身幅は小さめです。在庫は少しは余裕があるようですが、気になったらお早めに。第6位は、リブメローコンパクト T、半袖、790円。メローデザインと華奢なリブがフェミニンな雰囲気の半袖 T シャツ。トレンドのコンパクトシルエットがスタイリングにメリハリを生み出します。1枚ではもちろん、羽織やつりボトムスのインナーとしても使える、デイリーカジュアルに最適な一品。いいと思います。サイズ感はどうですか？身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。小春さん、レビューはどうですか？はい。ブラックの M を購入しました。サイズアップでちょうどよかった。以上です。はい。うんうん、いいですね。第5位は、エアリーセパレートエスパドリーユ、1290円。シャープなシルエットとセパレートの肌見せがカジュアルながらも上品なエスパドリーユサンダル。屈曲性のあるソールやクッションを追加したアーチ部分でフィット感をプラスしました。お客様からご要望の多かった蒸れにくいインソールを使用し、より快適な履き心地を実現。歩行時の軽快さはもちろん、旅行や履き替え用の携帯シューズにもぴったりです。ああ。小春さん、レビューを紹介できますか？はい。
去年も同じようなエスパドリーユを購入したのですが、その時はいつも L サイズの私は M サイズがちょうど良かったのですが、今年のは M サイズでは少し小さい感じがします。普段履くように購入しました。履きやすく脱げにくい。以上です。はい。うんうん。なるほど。第4位は、V ネックキャミソールワンピース、お値段は890円。肌触りの良いドライな質感が汗ばむ季節に相性抜群です。インに T シャツを合わせることもできるので、ロングシーズン活躍します。肩紐調節か。いい感じです。サイズ感はどうですか？身幅はジャストサイズくらいです。小春さん、レビューを紹介できますか？はい、色もサイズ感もシルエットも気に入りました。今の季節だとタートルに合わせて、春はシャツに合わせて、夏はタンクトップなどに合わせて長い期間で着れるなと思いました。試着をしたら形も綺麗で気に入りました。以上です。はい。うんうん。なるほど、在庫は少しは余裕があるようですが、気になったらお早めに。第3位は、ソフトアーチエアリースポーツサンダル、1290円。華奢な印象を引き立てる細紐タイプのソフトアーチサンダルが新登場。トレンド感のあるデザインと、とにかく軽量で長時間の着用でも疲れにくいのがポイントです。足裏のラインに沿った軽量ソールを使用することでフィット感が生まれ、歩行時の負担をしっかりとカバー。いいですね。第2位は、バンドカラーシャツワンピース、5分袖、9,790円。ポリエステル 65%、綿 35%、全中央ボタンと目、ボタン ×10、ポケット、前 ×2、左右。いい感じです。サイズ感はどうですか？身幅はかなり大きめです。そして第1位は、カットソーカラーフレアスラックス、価格は1490円。トレンドのフレアシルエットが特徴的なデザインボトムス、綺麗めのジャージー素材を使用しているので、快適な履き心地を叶えつつもスッキリ見えするところがポイントです。ウエスト、全ボタン留め、ファスナー開き、ゴム入り、調節負荷、ベルトループあり、ポケット、前 ×2、左右、裏地あり、02ライト、GRAY のみ。いい感じです。小春さん、レビューを紹介できますか？はい。注意、薄い色はやや透けます。161cm、75kg のぽっちゃり型、XXL サイズ着用、です。はい。よきよき、ですね。ユニクロ速報アプリができました。番号でアイテムを検索して、値段が安いか高いか、買い時を判定できます。人気のコラボアイテムの再入荷情報も速報で見ることができます。インストールは不要で、ブラウザから開くだけで使えます。サイズ表の見方を説明します。まずは身丈から、身丈の線は、お洋服を背中から当てた時の長さの目安です。身幅の線は、お洋服を着用して、腕を左右水平に上げた時に、左右に広がる幅の目安です。肩幅は、一番上の基準からはみ出す分だけ、肩が落ちるイメージです。股下は股から地面までの長さです。股の高さの赤い線から上にはみ出す分は、裾直しかロールアップが必要な分の長さです。股上は股からベルトの上部までの長さです。ウエストは腰の一番細い部分の周囲の長さです。158cmでウエスト 64cm を基準としました。スカート丈は、ベルトの上部から裾までの長さです。ベルトを股上26cmの位置に合わせた時のイメージを表示しています。以上。今回は GU の5月30日の期間限定情報をご紹介しました。このチャンネルではファッションに関するお得な情報や普段のコーディネートの参考になる動画を随時配信していきます。この動画を見てよかった、役に立った、と思っていただけたらとても嬉しいです。チャンネル登録もよかったらお願いします。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、チャンネルのアシスタントの日向でした。また来てもらえたら嬉しいです。
それでは、この動画は、ユニクロコーデ、GU コーデ、プチプラコーデ、コーデ紹介、大人カジュアル、綺麗め、低身長、高身長、ハウツー、レビュー、をテーマにお届けしました。